映画のタイトルが、しみじみと歩いてるっていう、まあ、かなり象徴的なというか、いろんな意味合いが込められたものだなというふうに思ったんですけど、まあ、映画の中で綾さんは、まあ、パレードの最中に、まあ、必死じゃないのがいいっていう言い方をしたんですけど、まあ、逆に言えば、それまでは必死やったんだっていうのそっちか。そう。で、今の話聞いても、やっぱり現実は必死にならないといけないものだと思うんですか。そこでしたね。ってことを考えるとね、結局、まあ、しみじみと歩いていて、すごい既成事実のようになっているけど、そこにたどり着くまで、多分みんな、いきなりしみじみ歩けるわけじゃないわけじゃないですか。こう長い苦難を乗り越えてやっとしみじみ歩けるって、なんかちょっと悟りのような心境になりますだからなんかその変化というか、自分の中で、その人生の中で、そういう自分の中でこういう部分は必死やなっていうのを理解と思う部分だとか、しみじみと歩いてるよりやっぱりね必死やなって自分で感じる部分だとか、そういうことがあるかどうかというか、すぐ答えたらいい、答えたら、今めっちゃ必死もうフルで走ってる、あの家族の話をカミングアウトする方がなんかしんどそう。あ、カミングアウト、だから今、お子さん映ってましたよね。めっちゃなかったっけ。あれは友達の子供です。お子さんもいらっしゃるの。私の子供はもう20、何歳だったかな、忘れた。25かな、24かな。お母さんの話出たけど、お子さんの話とかっていうの、あのね、やりだしたらきりないんだけど、どこにスポット当てようかなっていうのもいろいろあるんだけど、あの前の結婚話とか、要するにその息子の話とかで一本映画できそうなの気もするんで、まあさらっと言いますと、今どこにいてるかさえ知りません。生きてるか死んでるかさえも知りません。音信不通、音信不通というか、いわゆる私は置いてきぼり食らって、あの逃げられました。はい、ということですね。はい、あのそれで会いたいのか会いたくないのかっていうのはちょっとやめましょうねこれ以上今必死で走ってるから、これにもう、あのもう一つ走って言われたらちょっと無理なんで、でも必死で走るっていうのは自分で走ろうとしてる部分もあるわけじゃないですか。あ、走ろうと思って今走ってます、それは何なんですか。自分を動かすもの、突き動かすもの、今はい、はい、お答えいたしますいわゆるそのなんだろう、生き抜くさ、今自分は生き抜く、いわゆる、誤解とか偏見とかそういうのが蔓延している世の中っておかしいって思ったんで、別に私がせんでもいいんですよ、私がせんでもいいねんけど、なんかしたくなったんですよ。またこんなこと言ったら何やって言われるあのいわゆる私がやったところで変わるとはいうかって言われたらそれまでなんですけど、変えてやろうと、この世の中変えてやろう。だからお兄さんへのカミングアウトとかも、それだよ、ね、まあまあ原点はそこですよね。多分この映画も OK してくれたのは、そこだと思いました。2.11 が何とかってインタビューしてる、あれが多分 OK してくれた最初の撮影なんですけど、それまでの綾さんっていうのは、綾さんを撮るつもりじゃないけど、他の人を撮ってる時に映り込んでる感じの映り込み方だったんですけど、だから、あそこら辺に変わって、まあ、だからあそこら辺に 今言ってる言葉がだいぶそういうことが意識してきた。だからそういう、あのいわゆる活動というか、リブ魂みたいな。リブって分かりましたね。リブって分かりましたね。でもまあまあ、そういうのが出てきて、ね、より最近、なんかね、やってやろうじゃないかみたいなね、なんかそんな感じはしてますよね。もうだから決して投げやりじゃないですよ。なんか投げやりじゃないし、計画性はちゃんとつけてますけど、でもいわゆるなんかそのわってなんかこう、いわゆる批判する活動をしたくないんで、批判する活動をしたくないんで、いわゆるなんだろう、大多数に向かってあなたたちが悪いからこんなんだとかいうことは言いたくないんで、そうじゃなくて自分たちはこうなんです、こういう生き方も認めてくださいよ
ていう言葉ですとそういうことなんですよね。それをもうやっていこうかなと思って、いわゆるまあまあトップギアに入ってるのが事実です。はい。うん、まあ、どこでオーバーヒートするかはちょっと分かんないですけどね。喋ってない方はいかがですか。どうですか。この辺、後ろの方ももしよろしければ。ご近所と、ご近所の方がなんかカフェで何か言ってるってありましたけど、今はどうですか、ご近所。うちの、私の住んでるところの近所ですか、はい、うちの近所はもう噂話で絶えません。はい、はい、どうなんでしょうね、多分、早くいなくなってほしいと思ってるんじゃないですか。でも、あの後誰かと接触はしてる。あ、一度ソファーを下ろすのに手伝ってもらったとか言ってたよね、あの向かいの。ああ、向かいの焼き。それ以外どういう接点がある、普段。なんもない。じゃあ今のも推測じゃん。いや、だから聞いてるからね、でもそこそこかな。あ、その向かいの家の人とは相変わらずあそこの奥さんがこういうこと言ってたわけで、情報が入ってくる。まあまあ多少ね。で、そのたまに回覧板とか持ってきても分かるじゃないですか。あ、回覧板が回ってるの、あそこら辺。ちょっと待って、ちょっと待って。回覧板が回ってるの。自治会とか回覧板とかそういう遠藤で生活するわけね、うん、あ、ほら、うん、あ、そう、あ、じゃあ回覧板いつも同じ人が持ってきてその時のなんか対応が、まあまあそれとか要するにね、懲戒費というのがありましてね、懲戒、うん、費の支払いとかね、まあそんなのもあるんですけど、うん、だから分かるんですよ、その人の 目を見れば、態度見ればね、まあまあね、でもあそこ印象に残ったっていう人多いですね。でも、うんうん、まあまあでもあそこで生活していくことがあれだと思う。あのさ、子供育ててる時とか、うん、いわゆる男女の結婚してるカップルですみたいな感じで、うんうん、あそこにいた時は近所付き合いはどうだった？私はありましたよ。あったけど奥さんがおかしくなってからはもう なくなりました。うん、だから近所と近所付き合いもしかしたらこれも本当に難しいテーマですね。だからどうなんでしょうね、そこら辺 なんかね、いわゆるあそこに住み続けることでリブなんかなって言えばリブなんかなって思うし、でもね、それ以上なんかアクション起こせるかどうかされへんかとかするし、なんかさ、住んでる町の、うん、男女共同参画はどうなってるのかみたいな感じの問い合わせもあったりしたの。まあまあ、いや市役所には行ってますけど、ね、最近。あ、そう、うん、市役所行って役所の窓口でいわゆるその対応ね、悪かったら注意して、あのさ、住んでる近所に同じようにトランスの人っていうのはまだ出会ってもない？いないですね。まだ いない感じ。いない、出会ってない感じ。出会ってないですね。電車とかでも見かけない？見かけないですね。で、市役所で聞いたら、まあ、あなたが初めてやってる。ああ、そう、初めてだ。な感じで、ほんで、役所とか市役所とかでちょっと顔出して、なんかやりたいんですけど、とか言ってんねんけど、なかなかね、まあそこら辺はね、まあ難しい。ですかねっていう感じで、まあ相手おばちゃん連中やしね、社協だったらね、おばちゃんはね、扱いが難しいから、まあそんなんで、ぼちぼち市役所の中で、顔は覚えられてきたからというような感じですかね、でぼちぼちね、まあ、あれですよね、そういう時間がね、あれなんで、なんか、ね、聞きたいことがあったら、ちょっとあれですか、ね、いかがですか。島田さんの知人というか、この映画を通して知り合ったんですけど、そう、東京でも見てくださって、東京で見て、まあごきた、まあ、住んでらっしゃるのはもっと遠いところですよね。そうなんですけど、実家は京都で。あ、そうか、そうそう、実家は結構近くじゃないんですけど。いや、この人の追っかけしてんの？この人の追っかけな、もしかして。違う違う、しょっちゅう会ってますよね。そうですね、まあ、まあ、そういう人多いからね。
それでまあなんか、なんか、まあなんか、やっぱ私が何回見て、何回というか2回目なんですけど、俺見たら。なんか1回目で一番なんか衝撃的だったのは、さっきあの正直ですよねみたいな話をしてはったじゃないですか。その時になんか自分がもしあの時奥さんに男であることをあそこまで求められなければこんな風になってなかったかもしれないみたいな、なんかその話をした時に私がなんかなんていうのかな、一瞬それってなんか何かのある種の逃げで今みたいになったんじゃないのっていうふうになんか思う気持ちが湧いてきて、でなんか自分はなんか普段、まあ、なんていうのかな、マイノリティっていうことで自分はなんか辛い気持ちをしているっていう気持ちが自分の中であるのに、普通になんかそういう感じで見てて、それが結構なんか私印象的で、あともう一人あの着付けの人が、まあ、最初見た時は印象的だったんですけど、着付けの友達姫さんの話をしてたんですけど、だからそこがなんか自分でも結構あなんかそういう風にこうなんていうのかな、要するに普通ではないっていうか、なんか厄介、世間的に厄介者みたいになる人に対する視線みたいなのが普通に、なんていうのかな、そっちを攻撃する、要するにすごい簡単にみたいな感じだったのがちょっとこう、自分でも普段自分のこと、自分の問題で思ってることとちょっと違うなっていうか、自分がこの問題ではまあマジョリティの側に立ってるから、そうなのかなとか思ってて、まあ、なんか今回はなんか2回目見てちょっと別のことには考えてて、ちょっと混乱してるんですけど。混乱してるんですか？混乱招くんですか？大丈夫ですか？まあまあまあ。まあまあそんな感じで。見るたび、なんかね、僕も見るたびに考えることが変わっていきますね、これ。まあ、そうということで、今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。あなたが遅れたおかげでね。おかげで何？おかげで何？すいませんでした。